沢村塾のことです。はい、引き続きね、ズームを使った練習をね、しております。今回はこちらです。ペン、タブレットっていうんですかね。これ買ってきました、今日は。ね。で、これを使って、ね。まあ、僕ね、簿記を教えてますからね。うん。だから、こう、板書を結構しますからね。ホワイトボードを使ったりね、しますから。ちょっとね、マウスではなかなか書きづらいんで、ね、ちょっとペンタブをね、買ってきました。ね。はい。じゃあちょっとね、やってみましょう。ね。そうしますとね、今回は、まずはね、こちらですね、画面を共有。で、ホワイトボードを選択しましょう。はい。これちょっと一回消そうかな。消そうかな。はい。ね。これホワイトボードですよね。うん。で例えばね、まあ、社長のための簿記なんかではですね、こんな感じでね、まあ、戦略が大事ですよって話をするんですけど、まずね、戦略ですね。戦略をしっかりと決めましょうと。ね。そして戦略が決まるからこそですね。戦略が決まるからこそ、売り上げが上がると。ね。で、ノートに書くと。ね。売り上げがあるからこそ、ノートに書くと。ね。はい。だからこそ、ね。それぞれ。よいしょ。しょ。貸借対照表と、損益計算書ですね。これが作られますよと。ね。いう話なわけですね。はい。そして、じゃあ戦略って何があるのと。ね。言うと、まあ、全部で8つですよ。ということでね。1、3、4、5。まあ、一人ビジネスの場合はね、5番までですね。商品サービスですね。商品サービス戦略。そして、地域戦略ですね。どこで商売やるの。あとは、客層戦略ですね。誰を相手にするの。ね、そして、どうやってね、お客さん見つけるのって営業戦略ですね。そして最後は、どうやってね、リピートしてもらうのっていうね、まあ、顧客戦略ということでね、武田洋一先生の8大戦略のうちのね、5つを、が大事ですからね、個人事業主なのでね、これを書きました。はい。あくまでね、この戦略があるからこそですね、これ色使おうかな。この戦略がね、しっかりと立つからこそね、売り上げが上がると。いうことを忘れてはいけないと。いうことですね。はい。つまり、こっちからの流れでね、商売は考えないといけないと。そうですね。はい。決して、会計の世界ですね。つまり、PL と BS の、ね、決算書からの世界で見てはいけないと。ね、いうことですね。あくまで戦略ですね。戦略をしっかりと立てましょうということがすごく大事だと。ね、戦略を立てましょうと。戦略をしっかりと立てましょうということがすごく大事だよと。ね、うん。これが、いわゆる 99% ですね。経営においての重要とね。うん。で、ノートですね。簿記ね。簿記会計ですよ。これは経営においての重要性は 1% しかないということなんですね。はい。だからね、まあ、弥生会計を使うとかね、勘定奉行を使うとかね、何の会計ソフトを別に使ってもいいんですよ。それはあくまで先日のね、ノートの話ですからね。はい。で、売り上げが上がらないとね、うん。売り上げが上がらないと。ノートにそもそも書きませんから。ね。うん。だからそこはね、大事じゃないと、あんまりね、このノートの部分はね。だから 1% しかないと。いうことですね。それに対してノートに書くその前座ですね。前提条件。それは戦略の公式が上手くないとね。うん。売り上げが出ませんから。ね。戦略がダメだと。ね。戦略がね。ダメだと。あ、もうした。ね、売り上げも上がりませんから。当然書くノートにもありませんと。ね。決算書も出てきませんと。あれ、すいません。ホワイトボードとか言っちゃったね。
まだちょっと、あ、こうやんのか。はい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 。まあ、こんな感じでね、ちょっと失敗しながら、今練習してるんですけどね。うん、こんな感じで。ね、これがホワイトボード編ということです。はい、ちょっと消去しましょう、全部。ね、で、次ですね。今度はね、PDF にしましょうか。共有のページにしてね。PDF にしますよ。これにしましょうか。ね、これ PDF ファイルです。ね。で、PDF の状態だと、これ PDF の表示になっちゃってるんですよ。ね。だからこれがね、150% とかね、まあ、125% とか、あ、こんな感じで、ね、ちょっとね、小さくしたりとか、こんな感じね。これ PDF の、ね、部分です。で、ね、コメントをつけるっていうやつに、うん、なると、これ PDF は固まった状態でね。でこれから僕のは書けるということですね。はい。で、リンゴ2個投入した。で、200円かかったリンゴだよね。で、完成品1個ね。途中までしか終わっているのが1個ですと。ね。でも、リンゴ代はね、完成しようが、途中で終わろうがね、同じ金額ですよね、と。いうところね。はい。で、こちら加工費ね。人件費ですね。例えばね。1個できました。ね。でもね、半分しかできてないから。もう1個はね。だから 0.5 個分ですよ、と。ね。で、下がって、1.5 個と。ね。1プラス 0.5 個ね。1.5 個。それに対して人件費が3600円かかりました。ね。で、下がってね、この3600円を1個とね、0.5 個。つまり、完成した2400円分と、途中製品の1200円分ですね。に分けましょうかね、と。うん。まあ、こうやった感じで。これはね、サンプルですからね。僕今書く練習だけしてますからね。講義はもちろんこれたっぷり喋るんですよ。ね。講義の場合はね、こんな簡単に終わりませんからね。結構喋りますね、ここはね。30分以上喋ります。正確理解するために。喋りますけどね。うん。講義の時はね。まあ、今ちょっとね、PDF を使うと。ね。PDF を画面共有するっていうね、ちょっと練習をしてますから。まあ、こんな感じでやりましたからね。はい。では。消しましょうか、ね、はい、こんな感じでね、この、ちょっと一回戻しましょうか。よいしょ。はい、戻りましたね。こんな感じでね、このペンタブ使えますね。使えます。これね、ちょっと最初はね、練習したりしないとなかなかこれね、使いこなすのは難しいと思うんですけど、今日買ってきてね、もう1時間ぐらいちょっと今ずっと練習してるんですけど、結構できるようになってきましたね。うん。ね、あとは慣れですね。慣れ。うん。で、これをね、何回も何回も繰り返してやっていくのはね、オンラインのね、簿記全国セミナー講師と、ね、いうね、ことになっていくと思います。ね。まあ、それを目指してね、引き続き頑張ってね、やっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。